2024年もよろしくお願いします、はい、始まりました、そうですね、私の金曜日からスタートですね、はい、ミキちゃんと、はい、ちょっとあの年末見たような光景っていうのはもうあんまり考えないでくださいえ、そうですか、なんか、まあ、それ思わないでくださいね、デジャブはちょっと思わないこっち考えるけどあんまそこはっていうことでね、芸能界あるあるなんてもうね、今くらいからみんな明けましておめでとうずっと言ってますからね、今年はどうですか、なんか今年の抱負っていうか、おさぎさんどうですか、今年の抱負ですか、はい、休みをちゃんと取りたいもう癒されてください、アロマで癒されてください、癒しが欲しいですよね、やっぱり私はちょっと大阪行ってほしいちょっと無理で、ね、いいですね、牛柄の着物とか結構着たいですね、そうだそうだ、はい、そう着なくちゃそうですね、ウキちゃんどうですか、2024年私もですね、またカンヌ国際映画祭に行ってアメリカの映画祭とか行ければいいと思います、はい、私はですね、今年は年末の番組もありましたけれども、今年は新曲とそれと CD が発売になりますので、はい、そちらの方も頑張りたいし、皆様よろしくお願いします。私も今まで、こっちが絶賛ですね、本当に書いてる最中だと思います。あ、そうなんですね。はい。で、受け物の方もですね、はい、生徒さん、今年からの生徒さんもいるので、はい、頑張ってですね、お着物の方もやって、今年も私はやっぱり自分の好きなことをやって、元気に、ちょっとね、年末からあんまり体調良くないかなって、ちょっと、そうなんですよね、カメラ回るとね、やっぱりちょっと、あれなんだけど、前出ないっていうのが、すごい声あるから、出さなくて、出すだけ飲むなって言われてました、そうなんですよ、そうでね、年明けということで、毎年恒例のですね、福ちゃんをお二人で、神楽坂の金箔入りの福ちゃんなんですけれども、いただきました。年明けということで、福がたくさん来ますよということで、飲んでくださいね。去年から初めてライブ配信を始めてるので、またライブ配信もありつつの、まあちょっとこう、お酒を入ってね、いただきましたいですね。そうね、旦那さんがね、プロで一回香川でうどんを食べに行こうかってやつがありました。あれはいつなのかいつなのかってもうなんかご案内したくてね、しょうがなかった。行きたいですよ。結局ちょっとレイプロモの方はね、そうでしょ、年末でちょっと一旦ちょっとっていう形を区切りましたので、なので今年はですね、私も仕事もあんまり行ってないんです、実は。なんでおうどん大好きなんです。じゃあ今日も企画しましょう。本当におうどん食べに行きたい。ちょっと暖かくなったら、そうね、本当に行きたいです。いつ行こういつ行こうって言いながら、ちょっとレイプロモは一旦去年で区切りになっちゃいますので、あれアフロディーテで、アフロディーテで行きましょう、はい、妖精様を妖精様めっちゃそうですね、そうだよね、妖精様も含めてですかね。アフロディーテの方でですね、ちょっといろいろ今年はできればいいですね。それぞれにこうね、忙しいね、人たちばかりの、まあでも今年もまたですね、頑張ってこうきっちり配信というか上げていきたいですね。そうです。みんな真面目だからね、ちゃんとやる。いやもうね、真面目だと。曜日が来ますからね。もう終わったらすぐ次編集とか。そう、かけちょっとずつやっとかないとやっぱなんか。そうなんです、ね、食事会とかなんかあるよね、常になんかネタばっかり溜まってきて編集が合わせてない。そうですね、でこれちょっと面白くないからちょっと寝かせておこうかな。寝かしておくのも大事で、ちょっと危ないなっていう時にちょっと引っ張り出すギャグですね。 ですね、そこがねあれなんですけど、というわけでですね、2024年もこうやって3人で月曜日がリエさん、火曜日が私で、毎週ですね、お届けしたいと思いますので、本当に見てくださる方、本当にご視聴ありがとうございます。今年もですね、グッド
クボタン、そしてまだ登録されてない。そうですよね。ぜひお正月だからこう周りが整理、そうね。みんなで行きたいと思います。本当ですね。今年の目標そうだね。そうだね。あと20行きたいです。よくなってからちょっとね。そうなんですね。私前だとちょっとね、楽屋でねみんなに入れてもらったからね。歌手の方々に。すごい。そうですね、そちらの活動のもとにアフロディーティーをこうやって日夜真面目な3人でお届けさせていただいておりますので、本当に、ではでは、今年もよろしくお願いします。すいません、皆さん、はい、